はい。では、こちらのもうすぐそばにある見捨てられた廃墟というところをね、やっていこうと思います。まあね、もう手前からこうやってもう、気になるところを埋めていく感じにしていこうかなと。はい。一旦ね、この地図が見える範囲の部分は探索して、まあ、俺見た感じ、ダンジョンが1、2、まあ、これは、砦かな？ですけど。はい。3、4ね。はい。1、2、3、4つと、ボス1つと、廃墟3つっていうね。なかなかのボリュームだよね。はい。なんで、まあ、こういう、これ、いや、もう気が重いよな。そもそもこのゲール行動ですら結構難易度高かったのに。いやー、怖いね。はい。というところで、じゃあ、見捨てられた廃墟をやっていこうと思います。なんですけど、もう、全体的に、もう敵が強いんですよ。敵が強いし、P じゃないよ。P じゃないよ。敵が強いし、もう、このさ、鳥たちがさ、この廃墟に入って、カラスでいいのかな？これはね。はい。で、発動しないわけがないよね、これね。こんなところにいながらも。はい。で、一人一人倒していくって言っても、こいつらマジ強いんですよ。なんで、ちょっとまあ、いけるかどうかわかんないですが、ちょっと、どっちから、どこから行けばいいんだ？どっから攻めた方がいいのかな？はい。じゃあまあそんな感じで、とりあえず探索していこうと思います。だから P じゃないんだよ。うん。で、アイテムが今見たところ真ん中に1個と、奥に1個と、で、あとあそこはインプ1個かな？はい。ナイフ、石剣の鍵1個使って開ける、地下室って感じ？はい。という感じですかね。はい。では行きましょう。まず、ここサムネにしようかな。サムネ。はい。頑張ります。さて、まあ、まずは、下に降りるところからだよね。じゃあ、ちょっとここで切ってし、はい。下降りてきました。あ、そうか。一応呼べんのか。見捨てられた廃墟というところでね。いや、これもう呼んでいいんじゃねえかな。どうですかね。これはもう呼んでいい気がするんだよね。それかもう走ってわちゃわちゃで行くかってところですよね。で、これ下からドガーンとかも何気にしもあらずなんじゃないですかね、これね。まあけど、みんな一応そっぽ向いてはいるんすよね。怪しい感じで。そんなにみんなそっぽ向ける感出すっていうのもあるんですけど、とりあえず真ん中のやつはアイテム取れそうな気はする。はい。あ、まあそうね。だからちょっと取ってみる、これ。ね。これ、発動したら逃げりゃいいんだからね。もう胆石4だよ、もう。もうそれぐらい鍛えなさいよ、武器よ、という。メッセージですよね、ここら辺は。それぐらいのものだよ、みたいな。で、こういうところにトリーナの睡蓮が落ちてるということは、そいつらを使って、なんとか駆使した方がいいですよ、とかいうのも教えてくれてる感じはしますよね。はい。だから、睡眠とか、なんかクマさんところとかは、結構その、商人が、その商人がね、睡眠系を売ってたんで、だからこそ、こいつらに睡眠を当ててみたらどうなるかとか試したいんですけど。いや、ちょっとまあ、いろいろや、ね、いや、まあ、やってみよう。やってみようというか、今のところ、とりあえず無事だな。意外と無事だな。ちょ、とりあえずこれもアイテム取ります。黄金のルーン5です。はい。胆石4もありがたいよ。これ、そうだ。めっちゃ上なんだった。探索自体は今は結構見てる。はい。もうずっとしゃがみだな、これは。怖いから。はい。てかもう、ステルスゲーだよね。
全然違うゲームになってるわ、これ。はい。で、どこまで行けるかな？あいつの真下とかまでは行けないよね。まあ、ここは今大丈夫でしょ。ここ大丈夫。あそこの真下。てか、ここの真下はさ、おそらくダメだよ。トリーナの睡蓮多いな。オッケー。あの、試しに、ちょっと今待ってください。試しにこの睡眠キノコとトリーナの睡蓮でしょ？これちょっと何個か作ってみてもいいっすか、これ。もう7個作っちゃえ。いや、やめとこう。5個ぐらいで。いや、5個ぐらいで。いや、7個で。7個作っちゃえ。7個作りました。はい。で、ちょっと待ってくださいね。これ外します。つけます。で、もし来た時にこれポイポイポイって投げて寝たら最強です。あ、超ありがたいですよね。うん。で、獣に効くみたいな感じのニュアンスで、クマちゃんがいたところで教えてくれたんで、これで寝てほしい。寝る時間とかどんなもんかわかんないけど、どうしようこれ。大丈夫なんだ意外と。本当に？ここで使ったら落ちてくるとか全然あるよね。全然あるよこれ。あいつの視界がどんなもんかわかんないけど、とりあえずここまでは大丈夫でしょ。何この緊張感。はい。まあもう、あの鳥マジで強いから。やだ、本当に。てかなんか、戦い方わかんない。正直。2体とかもう 100%。じゃあどうしよう。もう行っちゃうか、これ。地下室。地下室行っちゃう、これ。はい、行けます。もうここまでは、とりあえずバレてないんで。はい。では、見捨てられた廃墟というところでね、もう、真上に今鳥がいるんで、しっちゃかめっちゃかな感じはするんですけど、まあ、これ使って降りてきたら超嫌だな、本当に嫌だ。そのためにちょっと眠り壺が使えるかどうかわかんないけど、構えとく。はい。じゃあ、まあ、とりあえず地下室探索していきましょう。立ちました。石剣の鍵を使います。使います。失われました。開きました。上から落ちてきません。OK です。じゃあちょっと行きましょう。怖え。マジで怖え。てか、この中も中ですらちょっと怖いよね。ちょっと電気つけます。電気つけた上で、もう本当に嫌だ、このステージ。音も嫌だからさ。これだい、ん？ちょっと音聞こえるなんか。あ、特にない。一応ね、呼べる。ワンちゃん呼べる。けどまあ、ボスかな？ボスの可能性あるんで、ちょっと一旦ね、一旦こう持ってるものをね、こうやっときますね。はい、こんな感じでございます。ステータスはこんな感じです。じゃあよろしくお願いします。あ、大丈夫かな？宝箱だけで割ってほしい。本当に。ね、そうは問屋下ろさなそうだけど。ああ、宝箱だけだ。本当にですか？じゃあちょっと周りをまず叩きます。周りをまず叩く。ああ、ちょっともうなんか嫌だな。嫌だ。本当に嫌だ。けどまあこういうね、ストレスっていうのはね、必要なのか？正直。ね、仕事終わってさ、こんな経理との探索って辛いよね。はい。もうそろそろミミックは全然あると思うんで。はい。じゃあ、ついていきましょう。えい。えい。はい、大丈夫。で、転送穴もあるから気をつける。はい。大丈夫。はい、大丈夫。だから。はい。じゃあ、漁っていきましょう。トリーナの剣ですって。これは、なんかトリーナのね、草とかもいっぱいある中で、トリーナの剣をゲットしましたね。さて、じゃあちょっと松明を外して、トリーナの剣見てみましょう。
あら、ですね。あ、睡眠状態異常蓄積。やっぱ睡眠っていうのが重要なんでね。確かに。まあ、正直あれですもんね。その、今までのシリーズではない属性なんで、うん。それをちょっと序盤のとここら辺でお見せしてみたいな。この強さっていうのを把握するっていうのはでかいよな。うん、けどマジで正直よくわかんないけどね。その場で寝るのか。はい。まあいいや。筋力10、14の12。知力と技量か。なるほど。まあまあ使うかも。うん。じゃあ、ドキュメント読んでいきましょう。あと、かっこいいよね。なんか白っぽくて。女性が持つ感じなのかな。ああ聖女トリーナの、司祭が用いる白剣。睡眠の状態異常効果があると。トリーナは謎めいている。儚い少女であるといい。少年であるといい。え？公然と現れ、公然と消えていくという。もうわけわかんないね。眠りの霧。前方広範囲に薄紫の霧を生じる戦技。その霧には睡眠の状態異常効果がある。うん。こっちがさ、睡眠の状態異常になったら、こっちが寝ちゃうのかな？正直わからん、睡眠ってのが。うん。けど、夢とかっていうところとかもね、混ざってくる感じなのかな、ストーリー的には。うん。で、あと、これまた興味深い文章ですよね。儚い少女であり、少年であると。ああ、男の子なのか？これはとても興味深い。性がどちらも選べるみたいな感じなのかな、これは。トリーナの剣。聖女はあるんだよね、別にね。なんか、本当になっているか、ビジュアルでなっているかって感じ？はい。じゃあちょっと振ってみましょうか。はい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 。あんまりなんか今の服とも合わない。はい。はい。まあ、あんまね、こういう剣使わないよね。なんか、ちょっとしとやかな感じのキャラが使うときにいいかもしれないけどね。はい。というところで、じゃあどうしようかな。戻りますか。じゃあ、地下室探索終了というところでね。はい。じゃあ、とりあえず上に戻りますか。上に戻って、これ戻った時に始まる可能性もあるよね。全然あるよね。これ上から落ちてきたら超怖いからマジ勘弁してほしいよ。オッケー。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。で、あとは、どうすればいいんですか？こいつが見てる方向とか。まあ、まあ、もう究極。あ、発動したっぽい。あ、発動したっぽい。逃げろー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 二人の発動はやばいぞ、これは。わー割れてる？わっわっ食らえー食らうのか？ほら、寝ろ寝ろ。あ、寝た。あ、寝たらこういう状態になんの？あ、スタブが打てるようになるんだ。へえ、これは知らんかった。いや、いいよ、もう寝てて。どんぐらい寝てんのかわかんないけど。あ、ちょっと観察しよう、これ。これ超重要なギミック。あ、へえ。へえ、なるほど。これ強くね？しかも瓶1個でこれになるの？え、マジで？はぁ、睡眠侮ってたな。睡眠侮ってたね。あ、いい学びだな、これは。これ超いい学びだわ。あ、起きた！
起きたら、起きた時はどうなるのこれ。あ、まただ。開いてー。ちょっと待って。回復。ちょっと、もう一回投げる。もう一回投げた場合どうなるんですかという感じですね。はい、はい。はい、もう一回寝て。もう一回。寝た。あ、入った。はい、おやすみ。あ、これはいい。これはいいぞ。これは探索がはかどるし。で、多分攻撃したら目覚めるよね。あ、まあそういうところもちょっとテストしたい。こうなってきたら。ちょっとまあ、これは睡眠を学べる場所なんだ。はい。ありがたい。オッケー。いいよいいよ。行って！ちょ。ここにトリーナの睡蓮やら何やらヤンガヤがいっぱいあるってことはそういうことか。ありがとうございます。ちょっとあなたもお休みください。ませ。オッケー、寝た。よし。ちょっとこれもう使っちゃう。もうこのマップは正直、探索済みと言っても過言じゃないから。ね。だから、もういいや、これは。うん。ここはもう俺探索済みでいきます。済みで。オッケー。じゃあちょっとこれでスタブ取ったら多分これは目覚めるよね、もちろん。はい。弱。とりあえず弱いのよ、俺が弱いのよ。あ、もういいや。逃げ。お疲れ様でした。もういい。もうちょっと一旦上に戻る。わちゃわちゃすぎるか。てか、こっちから戻っても、わちゃわちゃと変わらないから。あ、まあいいや。これでもうちょっと、ざっと見よう。ここは入り口でしょ？見捨てられた。で、地下室見ました。ここら辺見ました。あいつは寝てました。おはようございます。起きてる。起きました。オッケー。いや、これはめちゃめちゃいい学びを得ました。え？どこ？え、ついてきてんの？マジかよ。どこまでついてくるの？これ。これはちょっと素晴らしい学びを得ました。はい。もうここまでは、嘘でしょ。あいつ。ちょっとマジで、やべえよ、マジで、あいつ。もう、ちょっと、感想を言いたいやつを始めたいんだけど、ちょっと一旦帰って、お家に帰ってもらってもいいですか？てかもういいよ、もうこっちの方まで行っちゃって。あ、こっちもワンコいるんだった。よし、オッケー。もういいや、ここで。もうあいつから、なるべく遠ざかったところで、やろう。まあ、ここもここでなんだよね、確かね。1761？ なんでいきなりそんな高いルーンがもらえた？やつが死んだ？いきなり？鳥死んだ？いなくなった。ん？なんか不思議なことしか起こんねえな。よし、じゃあまあいいや、帰ってきました。まあ、もういいね。これはもう、素晴らしい学びを得ました。あいつは帰っていったのか死んだのかよくわかんないですか。はい。じゃあちょっと完成。よっしゃー。じゃあとりあえず、終わりました。こちらの見捨てられた廃墟というところでね。はい。これは素晴らしい学びを得ましたね。今回。ここほんと素晴らしい。一見、トリーナの、アイテムしかなかったりっていうのがあるんですけど、何より一番教えてくれつつきたのが、まあトリーナの武器がまさにそうでしたし、その睡眠属性っていうのに対してちゃんと教えてくれるというね、睡眠忘れてないですかっていう廃墟ですよね、ここはね。はい。で、周りにそのトリーナの草とかあったりとかってするじゃないですか。で、その中で鳥って結構、もう他で戦ったんですけど、まあ強いんですよ、こいつ。はい。で、正直、こいつが2人とかになったら、もう手に負えないし、本当に。まあ、ちょっとボスぐらいの気持ちでちゃんと戦わないと戦えないぐらいの。
倒せないぐらいのやつなんで、まあそいつをどう回避していくかって中で、さっきの水、もうバレてない時だったら、もうそれポンと投げて終了ですよね。はい。で、しかも結構、睡眠壺ですよね。で、睡眠壺意外と安いんですよね。キノコいっぱい拾ってるんで、トリーナの睡蓮さえあればよくて。で、ここの場所でトリーナの睡蓮いっぱい取れるんで、もうそれポイポイ投げて探索してくださいっていうのを案に教えてくれてる感じですよね。ここの見捨てられた廃墟。いやー、素晴らしい。素晴らしいですよ。教え方がやっぱりもう常に素晴らしい。ありがとうございます、クロムさん。はい。じゃあ、という感じで、まあ、コンパクトではあったんですけど、すごい大事な廃墟でしたね。そしてシンプルにしてるっていうのが、なおさらそこに意識を持っていくみたいな、作りになってんじゃないかなって勝手に思いますね。はい。ねえ、こんな目立つところにいきなりやべえ鳥いてみたいなさ。で、実際戦ったらめっちゃ強いし、みたいな。で、その真下に行かなきゃいけないけど、行きたくないなっていうところで、今の下りですよね。いやー、もう素晴らしい。マジで感動した、これは。はい。ありがとうございます。ちょっとね、こいつにも聞くっていうことは、なんか周りのワンコにも聞くんでしょうね、多分、眠りが。なんでね、眠りのやつから作れるようになりたいね、そうなったらね。はい。というところで、はい。さあ、睡眠がめちゃめちゃ効くということをね、わかりました。このマップでありがとうございます。それが何よりの報酬です。はい。助かりました。というところで、見捨てられた廃墟でした。ではでは。